宮沢橋交差点付近10月撮影、広瀬下半通りは、宮城県仙台市大白区のあた大橋南詰から、道区の鹿のまた交差点に至る道路を指す。前線が、広瀬川右岸に沿ってある。仙台市都心部を南北に貫くあた上杉通と、あた大橋南詰で接続し、広瀬川右岸に沿って伸びて、途中、秋保通などの大白区主要幹線道路をいくつも、 接続し、国道4号、仙台バイパスとの鹿の又交差点で終点となる。鹿の又交差点を直進すると、仙台南部道路、長町インターチェンジに直結するため、車で都心部から仙台空港へ向かう場合にも使われる、エアポートリムジンバス参照。起点である、あたご橋南しめから、秋保通との分岐である宮沢橋交差点までの、 区間は両側6車線となっており、リバーシブルレーン規制を実施していたが、時代の流れによる交通変化に伴い、2016年3月21日をもって24時間上下線ともに片側3車線通行に固定し、廃止された。宮沢橋交差点から鹿の又交差点までは両側4車線。途中、仙台市地下鉄南北線のトンネル上、 JR 東北新幹線と東北本線の高架下とそれぞれ立体交差する。なお、変速後サロである宮沢橋交差点では、秋保2から当線しかの、また方向へ、終日右折禁止。また、両足山大念寺につながる門前2の起点がある、ため変速後サロとなっている広瀬橋交差点も、当線から、長町駅、広瀬橋両方向へ終日右折禁止である。 広瀬川佐岩沿いでは、五府大町の荒町などの欧州街道をバイパスする形で、昭和初期に振動が建設されて、仙台市電、長町線が付設された。この振動が後に国道を4号線に指定されたが、1976年3月31日の資源廃止後に、市民の足となる自動車やバスの交通需要増大に、応えるだけの容量を持ち合わせてなかったため、 さらに国道4号をバイパスする形で、広瀬川う岸沿いに東道が建設された。東道は、1970年代に、秋保通や、あたご大橋と共に建設されたが、東道は、市街地等を潰して新たに通した区間が多い。東道の起点部分でもあたご神社の表参道口に、あたるあたご山東端を削って建設されており、それに伴って、あたご山横穴母群と、 総前寺横穴母群の発掘調査も実施された。かつて東道は、前線が、仙台市道大白1983号、元寺工事氷山線であったが、2008年4月1日より、起点のあたご大橋南水目から八本松一丁目交差点までの、区間が国道4号に昇格した。この時、あたご上杉通りの南端にあたる仙台市道青葉1312号、 アタゴ大橋線の全線、及び、アスト長町を南北に貫く仙台市道大白2240号、アスト長町大通り線南詰めとの交差点も、同時に国道4号に昇格した。なお、2015年4月1日より、アスト長町大通り線は、宮城県道273号仙台名取線へ、降格されたほか、 他の国道4号区間も2016年4月1日より国道286号に変更された。ありがとうございます。